皆さんこんばんは。こちらチャンネル桜北海道です。本日のキャスターを務めます川田忠久でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。9月に入りまして、花もですねまた新しく変わりました。澤田美和子さんに本当心から感謝申し上げます。今日はですね、私は半袖ではありますけど、だんだん涼しくなってまいりまして、また北海道夏がなんか終わりつつあるなっていう印象でですね、まあ、ちょっと寂しい気持ちもありますけども元気に頑張ってまいりたいと思いますので、本日もよろしくお願い申し上げます。本日はですね、ニュースピックアップという形式でですね、皆様方にお伝え申し上げます。チャンネル桜北海道は道民による道民のためのインターネット放送でございます。常に皆様方と共に歩んでまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。番組を支えてくださる方を募集しております。番組を支えてくださる方につきましては、最後にですね、具体的な要項につきまして表示いたしますので、どうかそちらの方をご覧になっていただきたいと思います。私たちは、既存のマスコミとは全然違う、または全く伝えない、または真逆のですねことをですね、この番組を通じまして皆様方にお知らせして、日本の独立と尊厳というものをしっかりと踏まえた形でこれからの北海道日本を考えていく番組でございます。どうかご支援のほどよろしくお願い申し上げます。それでは早速始めてまいります。ニュースピックアップその1でございます。8月28日にですね、ウグルの証言集会並びにですね街頭活動を行いました。本当にですね、告知期間も短い中、多くの方にお越しいただきまして、また街頭活動もですね本当に多くの方にご協力いただきまして、この場をお借りいたしまして心から感謝申し上げます。誠にありがとうございました。翌日ですね、月曜日29日にはですね、ウグルの方々も中国の総領事館前でですね抗議活動も行いましてですね、そして、全て終了したところでもございます。これからも全国各地で、いろいろと行いながらウイグルの今のひどい状況というのをですね皆様方にお伝えすべく頑張るということでありました。そういった矢先でございますけども、9月の一筆付け、これはもういろんな報道機関でも若干出ておりましたのでご覧になったかと思いますが、ウイグル人権侵害深刻ということで、やはりですねこの国連でようやっとでございますけども、初報告書が出たということで、これですねなかなか国連でも中国の圧力があって出ないと、ですね、こちらは国連といいましても、国連人権高等弁務官事務所なんですけども、こちらですね、テロや過激派対策の名目で深刻な人権侵害がウイグル自治区内で実施されているということでですね発表があったわけでございます。ただですね、このバチェレ国連人権高等弁務官が、やはりですね退任する、任期満了で退任する、1日午前0時の十数分前というですね形で深夜に発表するということになったことを考えますと、それほどですねどうだったんでしょうか。中国からのやっぱりどれだけ圧力があったのかということを、こういった視点からもですね、見ることができるのではないでしょうか。結局そういった形だったんだと思います。それで、任期満了も直前にですね、このウイグル人権侵害が深刻であるということで、報告したわけであります。足かせをしたりとかですね、ローズさんもお話ししてましたよね。番組ですねご覧になった方いらっしゃるかと思いますし、またですねアドレス貼っておきますので、ローズさんの証言のこちらの方もですねご覧になっていただきたいと思いますけども、もうウイグル語を話しただけでですね、収容所に入れるであるとか、とにかくもうひどい状況だということで、
まあ、これがですねようやっと報告があったわけであります。まあ、ただですね私たちとしては気をつけなきゃいけないのはグローバリズムマネー大主義、この新疆ウイグル自治区で多くの多国籍企業、こちらに入るですね多国籍企業、日本企業も入るわけでありますけども、いろんな工場とか持ってるわけでありますよね。でこれはまあ以前もこの番組でお伝えいたしました。でその中で、結局今の習近平体制っていうのが非常にこのグローバリズムの勢力からするとちょっと外れかかってきたということ、もう共産主義色が非常にですね強くなってきたということで、ようやっと、まあ、トランプ政権の効果もあったんだと思いますけども、これだけ国際社会で非難されるようになったということであります。ですからずっと前から核実験であるとかそういったのも含めて劣悪な状況にウイグルの方々が置かれているにもかかわらず、ようやっとですね国連でも認めたということなわけであります。ただこれ逆に言うとですよ、これ習近平がまあ今のところありえないでしょうけど、倒れたら習近平政権が倒れてまた以前のようなグローバリズムマネー大主義に賛同する指導体制になったら、これまた静かになっていくんでしょうか。ここのところね、これこの表ですね、私何回も何回も毎回見せますけど、やはり覚えていただきたいと思うんですよ。どうしても米ソ冷戦構造の中で今でもその延長線上で考える方いらっしゃるんですけども、そうじゃないんですよ。我々日本派からするとこの構図っていうのはすべからずですね、もう敵だらけなんだということでございます。我々はやっぱり日本を主語とした形でですね考えていく、もう今の国際社会というのは連合軍、ヤルタ・ポツダム体制、そういった中でですね動いていると。インドはですね独自の路線を歩んでいると。どうして独自の路線を歩めるか、それは核持ってるからですよ。核持ってるから日本は何もないですよね。で今のゼレンスキー政権、ウクライナが草刈り場になっていると、この人たちの草刈り場になっているということ、これねやっぱりこの台湾海峡とか我々の今周辺のですね危機的な状況を考えるときに、必ずこれを私はですね、まあこれを全てとは言いませんけども、まあ、私の推奨する図でありますけども、どうかこれも一つ皆様方の頭の中にですね、まあ入っていただければありがたいなというふうに思っているところでもあります。まあ、そういう意味でこのウイグルの方もようやっと国連で出てきましたけども、これからですね習近平体制がどうなるかによって、もしかするとまた元に戻る可能性もあります。このですね、この新聞報道によれば、国連がようやっとこれこの収容所、施設収容所への拷問、虐待などがですね信憑性があるとしたわけでございます。報告書でですね、ジェノサイドですよ、ジェノサイド。まあ、チャンネルさくらの本体でも昨年の衆議院選挙の時に中国のこのジェノサイドについてどう思うかということでアンケート調査しておりますんで、まあ、そちらの方もご覧になっていただきたいと思いますけども、公明党さんはですね、まあ、自民党の一部でもそういうふうに思っている方いましたけど、回答の中にこのウイグルでそのような状況になっているとは言い難い、または証明できていないというような回答でしたよね。これがもし証明されるんであれば非難をしますと、とかもう証明されましたよ国連で、ね、信憑性があるというふうに国連が認めたんです。まあ、国連の言ってることも全て本当か嘘かっていうのもありますよ。連合軍ですから、国際連合 GHQ ですから、ですからそれはもちろん
懐疑的に見る部分あるかと思います。で、中国寄りの人がですね、こういう弁務官であるとか、そういったトップに立っていると、機関のトップに立っているということも考えれば、もちろん信憑性があるかどうかっていうのは必ず疑ってみるべきでありますけども、でも普段ね、国連の言ってることはこうだと言って、公明党さんも地方自治も含めて地方行政にも影響力を及ぼしてますよね。であれば、これ影響力あるんじゃないですかね。これぜひとも皆さんですね、覚えていただきたいと思います。国連でこういった回答が出たわけでありますから、ウイグルのジェノサイドっていうのは国連が お墨付きを与えたということなんで、やはり私たちとしてはですね、非難決議なりですね、またそれに対するさまざまな法的な整備をもっと急いでやるべきなんじゃないでしょうか。まあそのように普通なら思います。で、ですね、この中国領事館前で抗議活動の風景ご覧になっていただきますが、前もこの番組でお知らせしたように、今の中国の総領事は相当ですね、一帯一路関係であるとか、またはこのウイグルの方々への弾圧であるとか、まあ、非常に大きく関与している方が今総領事になっているという話をいたしました。まあ、この部分もですね、しっかりまず頭にですね、入れていただきたいと思っているところでもございます。活動センターに行って、日本ウイグル協会主催、川田忠久札幌市議、ウイグルを応援する地方議員の会共催によるウイグル人証言集会が開催されました。会場はほぼ満員となり、日本ウイグル協会理事ハルマトローズの証言、そして小野寺正元都議も参加し、ウイグルジヌサイドの実態と日本国がこの問題に関わる意義について熱心な議論が行われました。今年は日中国交回復50周年の年です。しかしこの50年間、日本側の経済支援及び中国との友好関係を目指す外交努力もにもかかわらず、中国は民主国家になるどころか日本に対する敵対的な言動を繰り返し、習近平政権という頑固な独裁体制を作り上げ、そして全世界に対して武力による覇権主義を示し、日本国有の領土である尖閣列島に対しても侵略の手を伸ばしています。中国政府は私たちの強制されている300万のウイグル人を釈放しろ、釈放しろ、釈放しろ、釈放しろ。私たちウイグル人、東特区は負けない、負けない。あなたたちに負けないで最後まで頑張ります、最後まで。私たちの東特区から出てけ、出てけ。エラレスチャイナ、エラレスチャイナ、エラレスチャイナ、エラレスチャイナ。ファシスチャイナ、ファシスチャイナ、ファシスチャイナ、ファシスチャイナ。ですね、短い時間ではございましたが、動画をご覧になっていただきました。まあ、中国総領事館に対してですね、抗議活動も行ったわけでございます。まあ、今の総領事はですね、今日ほども言いましたが、討論番組で、この番組を通じまして、お伝えしましたけども、この一帯一路の関係、そしてですね、ウイグルの関係では、もう体制に立って行っていた人が今の札幌にある中国総領事館のですね、総領事ということになるわけでございます。まあですね、この9月においては、日中国交50周年のですね、まあある意味ではお祝い、これは多分中国領事館主催であると思いますけども、まあそれがですね、9月30日ですね、行われるわけでございますが、まあこれにどなたが参加されるのかっていうのは、僕は非常に大きいんじゃないかなと思います。片方で9月27日はですね、安倍元総理が暗殺をされ、そして、まあ一家族では葬儀を挙げたわけでございますけども、国葬が開かれると、国葬が行われると、
だけどこの国葬について参加するかどうかですよ。日中国交正常化50周年をお祝いされる方が、まあ、あの招待状案内状が来て参加するということになりますから、それも来てないから参加しないという人もいるかもしれませんけど、でも首長さんであれば両方ですね、出る権限があったりしますよね。どうなるんでしょうか。まあ、安倍元総理の国葬については参加をしない、そして日中国交正常化、まあ彼らが言うですね、日中国交50周年のイベントには参加する。もしこういったことがあったらですね、この人たちをどういうふうに考えればいいんでしょうか。正当性があるんでしょうか、そういった行為そのものに。まあ、あの特にですね、強要はしない、国葬儀については強要しないという話でございましたけども、だけどやはりですね、一国の総理がですね、国葬儀をすることによって、結局世界からもいろんな賓客が来て、もしかすると東京舞台にいろんな外交も展開されるかもしれない、まあ、こういった事情なわけでございますけども、この国葬儀についてお金が無駄だからっていうこととか、そういった視点でですね、やめるって話には僕はならないと思います。だって日中国交正常化50年に出たりする人いるんじゃないですかね。それに参加して国葬儀に参加しないというのは一体どういう人なんでしょうか。まあ、こういった視点からもですね、私たちとしては皆様方に様々なことはこれからも伝えてまいりたいと思います。次は100年記念塔の話題でございます。8月31日にですね、国会議員、自民党の国会議員で作っています日本の尊厳と国益を守る会の方々、国会議員がですね、和田義明地元の議員合わせまして、5名が来ていただいて100年記念塔を視察いただきました。まずですね、あの日本の尊厳と国益を守る会の幹事長であります山田博志参議院議員から、コメントをいただきました。そちらの方をですね、まずご覧になっていただきたいと思います。はい、あの参議院の山田博志です。今日は日本の尊厳と国益を守る会の第一陣の視察団として北海道100年記念塔を視察いたしました。そして道庁からもお話聞きましたけども、全体の印象はですね、やっぱり、解体ありきで、この話が進んできたと。本来やっぱりこの道庁の説明を聞いてもですね、残すべき文化財、道民の大事なシンボルだという考えがあれば、まあ、30億あればですね、50年間維持できるという資産もしているわけだから、30億を集めようとしなきゃいけないと思うんですけれども、30億という数字を出した後もう安全性保たれないのでもうやめますというのはやっぱりあまりにもおかしいんではないかと。
こういう印象を受けました。まあ、解体ありきということは、つまりですね、これまで流れている、やっぱり北海道の開拓の歴史というそのものを、やっぱり消し去ってしまおうというような動きもあるように聞いております。やはり、まあ、北海道はですね、多文化、多様性の地域であります。そういった意味では、この一番大事にしてきた100年記念塔、これがですね、しっかりと残るか残らないか、これが北海道の明日を決めていくんだろうと思います。我々国会側がしっかり有形文化財などに指定できるかどうかということも含めて、地元の皆さんとよく連携をして、この100年記念塔が残されるように、頑張っていきたいと考えています。ありがとうございます。で、あの同調とのですね、意見交換会もですね、まあ、同調の希望で、まあ、クローズにした形でですね、行われたところでもございます。まあ、あの非常に時間も長引きましてですね、で、まあ、イメージとして、まあ、当然この番組でもお知らせしてましたけども、まあ、今までウェブでのいろんな回答とか、皆さんご覧になったかと思います。多分ああいうような回答したんじゃないですかね。そしたらそのね、例えば幹事長の山田博史さんはじめ皆さん、あの鈴木さんっていうですね、三重県の知事もやられた方もいらっしゃいました。で、あの石橋凛太郎さん、あの以前ですね、あのこの番組でもお知らせしましたが、まあ、広島の国際芸術祭についてですね、視察に行った時に、まあ、あの同行していただきました。あの当時は広島県議会議員でありましたけど、昨年の衆議院選挙で国会議員になられた方、まあ、そうそうたるメンバーがいる中でですね、あの説明をしたもんだから、まあ、当然ね、長引きますよね。なんか言ってることおかしくないかって話でですね。で、まあ、その後私たちと懇談をした形でございます。まあ、一番良かったのはですね、やはり今回のこの100年記念塔の解体は、解体することを目的として、やっぱ解体することにある意味では喜びを感じるくらいの思想性を持ってですね、取り組んでいるということがよく分かったということを言っていただきましたので、そのことが共有できたことがですね、非常に良かったと思います。まあ、いろいろとお話の中でですね、出てきたわけでありますけども、まあ、一つの解決策としては、やはり多くの道民のですね、意思、まあ、これ例えば署名活動もしてですね、もうすでに道には提出してますが、もう一度してですね、例えばこう重要文化財、まあ、あの十分ですね、まあ、これをですね、まあ、申請を例えば道を通さなくてもできるらしいんですね。まあ、そういった事例もあるようでございまして、まあ、そういった中で、まだまだ首の皮一枚つながっている中でどうするかという、まあ、真剣な話をしたところでもございます。それで、私今インター生学生がですね、来ておりまして、その学生もこの100年記念塔をですね、見ていただくべく、その視察と意見交換会の前にですね、雨降ってましたけども、ちょっと一回りしてまいりました。それで以前この番組でも水島社長、沢田一さん、本間奈々さん、そして私とですね、100年記念塔について第一の手という部分があって、その看板について皆様方にお知らせしたかと思います。この図で言いますと、これですね、あの100年記念広場仮称ですね、整備事業イメージ図ということであるわけでございます。まあ、50年後の目指す姿ということで、これ、まあ、ネットでも見れますから、まあ、皆さんいろいろと検索していただければと思いますが、まあ、その中でですね、遥か太古から連綿と続く北海道歴史文化と、今日の北海道を築き上げてきた幾多の先人の思いを引き継ぐとともに、この部分ですよ、お互いの多様性って誰と誰のこと言ってるんですかって話なんですよ。日本人しかいないんですよ、ここ、ね、日本なんだから。そして認め合う共生の立場って何を認め合うんですかね。もうここでね、もうね、共産主義思想ですよ。
要するに我々の明治以降の、まあ、もっと前からですね、この北海道歴史を何がしか変に思っているもう部分があるということであります。まあ、これは以前からお知らせしてますんで、改めて、皆様方にお伝えしてますけども、でこの大地の手広場、実はですね、100年記念塔と大地の手の広場っていうのが100年記念塔のちょっと下にですねございまして、でそこに、なんか意味不明な看板があることをご紹介したかと思います。でこの前に、その1973年でしたかねの当時の看板とはまた違った形で、このかここですね、この裏にそれがあるんですけど、その後にですね、なぜか1995年にまた付け加えてるんですよ。付け加えてるんですね。で1973年のですよ、あの看板だけでいいじゃないですか。で手形の参加者は国内外合わせて、ここからですよ、5304人に上り、その年齢は生後2ヶ月から92歳までにわたりますと、自然の恵みに感謝し人間を深く愛した先住民族アイヌ民族、この当時はアイヌ民族というふうには、まあここでは言ってますけども、正式にはこの民族っていうのはどうだと言われていたところであります。まだ1995年ですから、先住民族決議の前ですの人々や札幌オリンピックの外国選手や、ここで在日中国青年など多くの方々が限りない人間の連帯を求めて参加しています。これね、なぜあれですかね、1995年にこれをですねまたさらに付け加えたんでしょうか。まあ、人間が知恵を誤り、その手の扱いを一つ間違えば、この大地の破壊はさらに進みます。今こそ自然の厳粛さに目覚め、大地に感謝する心と自然との調和を取り戻す時ではないでしょうか。これね、これがね、やっぱり答えなんですよ、今にして思えば。で第一の手広場っていうのが、まあ、ここにあります。で建造の精神の継承ということで、具体的な取り組み例として屋根の設置、太陽光発電、屋根の設置、太陽光発電ってあるんですよ。でここに下に書いてますけどもね、第一の手は青年の像、第一の手実行委員会がボランティアで建造設置運動を進め、昭和48年10月に完成、同に寄贈されたもので、国内外合わせ約5300人が参加し、まあ大砲など道内にゆかりのある著名人の手形もありますということなんですが、この太陽光発電って何なんですかね。これ要するに、太陽光発電をここに設置して、で、要は例えば何か屋根を設置するわけですから電気が必要ですよね。でその電気そのものを太陽光で賄うためにやるという話なんでしょうか。なんかね、だんだんなんか怪しいんです。まあここはですね、まあ広さ的には、まあ、そんなにバカ広くはないわけでありますけども、なんかやっぱりね、この一つ一つがやはりもう一度見てみると変なんです。守る会の方々、先ほど言った日本の尊厳と国益を守る会の方々は、もうすごい雨でしたから、100年記念塔だけを視察したんですね。で中を登ってですねご覧になっていただいたと、まあ
いろいろと中のですね状況をご覧になっていただいてと。だから周り見てないんですよ。周り見てないんです。で、やはりこういう周りからですね何か変だなと。これやはりインター生で一緒に見た大学生なんかこれおかしいですねって気がつきましたよ。で今は新しく掲示板になりましたけど、以前出たあの真っ白の看板、これですね。これもう直前までこれだったんですよ。去年の11月ですかね、新しくしたという。要するにこれ指摘されて何もしてないじゃないかと、何もこれを案内をする気なかったじゃないかということを我々が何回もこの番組を通じまして、まあ、チャンネル桜本体も含めてですね出したことによって言われたんじゃないですかね。これあのホワイトボードじゃないですから、案内板だったんですから。これ何年経ったらこれ真っ白になるんですか。ですからこういったことを一つ一つですねやっぱり厳しく見ていけば、もう一つのイデオロギーで、壊すということはもう間違いのないことでございます。まあそういう意味においてですね、いろんな意見交換をいたしました。まあ、また9月6日でしたかね、今度は青山代表ですね、日本の尊厳と国益を守る会の青山代表が来ていただいて、また他の国会議員も来ていただいてですね、いろいろと質疑をして、このおかしさっていうのがさらに浮き彫りとなるわけでございますけども、これねやっぱりもう最後の最後まで戦わないと、変な価値観をいわば押し付ける、それこそ後世に押し付けるですね建造物ができてしまう危険性があります。ですのでもうね予算化もされたんだし 無駄じゃないかと言われる方もいらっしゃることはよくわかりますけども、最後の最後までどういった結果になろうとも戦うということがですね次の抑止力になります。これねここが始まりですよ皆さん。私何回もこの番組で言ってますが、ですからこのことをですねどうか皆様方にもご承知賜りたいと思いまして、またですね9月6日過ぎたら皆様方にお伝えしてまいりたいと思います。以上終了いたしました。まずはお知らせがございます。これ明日ですね9月3日土曜日、東京で行われますが、靖国会館2階でですね、小野寺勝さんの講演会ですね、織田邦夫先生と一緒に小野寺勝さんのですね講演会がございます。もうこちら詳細は画面の方をご覧になっていただきたいと思いますが、まあ多分ですね、東京からご覧になっている方もいらっしゃるかと思いますので、お時間のある方はですね、行っていただければと思います。でもう一つお知らせがございます。こちらは9月18日、大変いつもお世話になっております植栽さんのですね、イベントでございます。ただテーマがですねちょっと面白いんですね。音楽とナショナリズム、西洋の楽器と日本文化というテーマでですね、いろいろと演奏も聞きながらお話も聞けるということかと思います。ここを画面をご覧になっていただければ前辻美敏郎さんですね、非常に懐かしいですが、まあ、こういった形でですねイベントがございますので、もし興味のある方はですね、お越しいただきたいと思っているところでもございます。以上お知らせも含めて全て終了いたしました。来週もですね元気に各キャスター、日本の独立と尊厳を踏まえた形で様々なことをお伝えするかと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。